国会では参議院で代表質問が行われ、野党側は旧統一教会をめぐる問題や物価高対策について岸田総理大臣を正しました。中継です。立憲民主党は連日山際経済再生担当大臣をやり玉に挙げ、攻勢を強めています。記憶はあったが記録がないから報告しなかったという、そんなとぼけた話がありますか。総理、山際大臣のこうしたバレなければ良いと思っているかのような対応についてどのように思われるんでしょうか。理解が得られていないというのであるならば、引き続き政治家として自らの責任において丁寧に説明を尽くす必要があると考えております。野党側は山際大臣の更迭を求めましたが、岸田総理は否定的な姿勢です。また旧統一教会への解散命令の請求については、信教の自由を保障する観点から慎重に判断する必要があると述べるにとどめました。一方、物価高をめぐり、岸田総理は総合経済対策を月内に取りまとめ、切れ目なく対策を講じていくと改めて強調しました。